紅茶と一緒な料理を、コラボレーションするお料理をこう提供させていただきましたけど、ぜひですね、また、違った日にですね、お越しいただければと思います。今日本当にどうもありがとうございました。はい、皆さん堪能いたしましたでしょうかね。はい、今回のね、自紅茶サミットで、日本で作った紅茶もういっぱい飲みましょうっていうことですけど、飲む場所と飲む状況と演出、幅が広がればですね、今まで飲んでなかった場所で紅茶を飲むといっぱい生産も増えますねいっぱい必要ですよね。はい、そうなんです。今までは水とお酒だった場所にこれがあって、こういったきっとお子さんもね、小さなお子さんでも飲めるし、同じグラスでかっこいいですよね。同じワイングラス、こうやってですね、飲む場所に広げていくっていうことを、ぜひこの金沢でもですね、それから各地でも広げていただければ、紅茶の文化が広がるんじゃないかと僕は思ってます。次回はですね、カニを食べに行きたいと思います。ありがとうございます。本当、少しね、皆さんにお会いできて本当に幸せです。またお会いしましょう。ありがとうございました。肉、そうなんです。
紅茶のパイレットもう一枚、はい、ちょっと見てください。じゃあ、しもさん、どうぞ。じゃあ、まず、はい。いいですか。じゃあ、まずこっち行きますよ。間すきません？大丈夫ですか？ちょっと開けてください。まだ入りますよ。まだ入りますよ。大丈夫ですよ。はい。席内をお願いします。はい。で、あの、はい。もう一回行きます。せー。